インドール、インドール、インドールは分子式 c h n 分子量117.15でベンゼン環とピロール管が縮合した構造をとる有機化合物である。窒素原子の孤立電子体が方向感の形成に関与しているためインドールは塩基ではない。インドールは室温では固体だが大便臭を発散する。実際大便の臭い成分にもインドールが含まれる。 ところが非常に低濃度の場合は花のような香りがあり、オレンジやジャスミンなど多くの花の香りの成分でもあって、香水に使われる天然ジャスミン油は約2.5%のインドールを含む。現在では合成インドールが香水や香料に使われている。またコールタールにも含まれる。インドールはバクテリアによってアミノ酸の一種。 トリプトファンの分解産物として生産される。インドールの構造、インドール管は、いろいろな有機化合物、特に生体物質に含まれる。この中には、トリプトファンや、インドールアルカロイドなどがある。対応する置換器は、インドリル元と呼ばれる。インドールは、旧電子置換反応を3位に受けやすく、インドールに置換器のついた構造はトリプトファンに、 由来する神経伝達物質のセロトニンやメラトニン、バッカクアルカロイド、また、それをもとに合成された LSD など、幻覚作用を示すアルカロイドに含まれる。また、植物ホルモンの一種オキシン、インドリルマイナスクサ酸、イヤーのほか、人工化合物では、ヒステロイド性抗炎症剤のインドメタシン、ベータブロッカーのピンドロールなどにも含まれる。インドールの名は、 植物由来の染料であるインディゴ、酸化されたインドール分子2個が連結した構造を持つ、に由来する。インドールの科学は染料であるインディゴの研究から始まった。インディゴはイサチンに続いてオキシインドールに変換できる。次に、1866年、アドルフ・フォンバイヤーは亜鉛粉末を用いてオキシインドールをインドールに還元した。1869年、 バイヤーはインドールの構造式を提唱した。特定のインドール誘導体は19世紀末まで染料として重要であった。1930年代、トリプトファンやオキシンと共に多くの重要なアルカロイドにインドール派破格構造が存在していること、知られるようになるとインドールに対する関心は高まり、今日でも活発な研究領域である。インドールは ポールタールの主要な成分であり、220摂氏260度の上流フラクションは本化合物の主な工業的供給源である。インドール及びその誘導体は様々な方法でも合成可能である。主な工業的合成経路はリ輪を出発原料とする。このような大規模合成では、インドール及び痴漢誘導体は触媒存在化。 アニリンとエチレングリコールの基礎反応によって形成される。一般的に反応は200摂氏500度の間で行われる。周率はおよそ60%に達する。その他のインドールの先具体としては、ホルミルトルイジンにエチルアニリンにエタノールがあり、これらはすべて緩化する。多くのその他の応用可能な方法も開発されている。インドールはインドールおよびチカンインドールを合成する。 効率的な方法である。当初1976年に特許によって公開されたこの方法は高収率であり痴漢インドールを生成できる。この方法は特に医薬産業分野で好まれている。多くの医薬品は特異的に痴漢されたインドールから作られる。最も古く最も信頼できる痴漢インドール合成法の一つは1883年に エミール・フィッシャーによって開発された、フィッシャーのインドール合成である。フェニル・ヒドラジンとアセトアルデヒドを反応させて、酸で処理するインドール自身の合成は、フィッシャーのインドール合成では、問題があるが、この方法はに及び3位に置換気を有するインドール、誘導体の合成に頻繁に用いられている。フィッシャーのインドール合成を用いても、フェニル・ヒドラジンとピルビン酸を反応させ、 その後生成したインドールマイナスに酢酸の脱炭酸を行うことでインドール自身を合成することができる。これはマイクロ波照射を用いたワンポット合成でも達成されている。ほとんどのアミンとは異なりインドールは塩基性ではない。結合はピロールと完全に類似している。インドールをプロトン化するには塩酸のような非常に強い酸が必要である。 プロトン化インドールのは3.6である。酸性条件下での多くのインドール化合物、例えばトリプタミンの不安定さはこのプロトン化が原因である。方向族級電子置換反応に対して、最も反応性が高いインドールの位置は C-3 位、e、であり、ベンゼンよりも10倍反応性が高い。例えば、インドールのビルスマイヤー・ハックホルミル化は、室温では C-3 位、e、選択的に起こる。 ピロール管が、インドールの最も反応性の高い部分であるため、ベンゼン管部分の旧電子置換反応は N-1、C-2、C-3 位が置換された後に飲み起こる。有用な合成中間体であるグラミンは、インドールとジメチルアミン及びホルムアルデヒドのマンニ日ヒ、反応により合成される。グラミンは、インドールマイナス3酸酸及び合成トリプトファンの、線具体である。 NH 中心の和ダム素中で21であるため、水素化ナトリウムあるいはブチルリチウムといった非常に強い塩基と無水条件がインドールの完全な脱プロトン化には必要である。得られたアルカリ金属誘導体は2つの方法で反応する。よりイオン性の高いナトリウムあるいはカリウム化合物といった塩は窒素1で給電子材と反応する傾向にあるが、 より共有結合性の高いマグネシウム化合物、インドールグリニアール主薬及び、特に亜鉛削体は、炭素マイナス3位、e、で反応する傾向にある。同様に、DMF やダム素といったヒプロトン性、極性溶媒中では窒素による攻撃が起こりやすく、トルエンといった、非極性溶媒中では C マイナス3攻撃が起こりやすい。C マイナス2の水素原子はインドール中で、N? H プロトンの次に酸性度が高い部分である。N 保護インドールとブチルリチウムあるいは、リチウムジーソプロピルアミドとの反応では、選択的に C-2 のリチオ化が起こる。この強い吸覚剤は、吸電子剤との反応に使うことができる。バーグマン及びベネマルムは、無チカインドールの2を、リチオ化する技術を開発した。アランカトリツキーも、 無カンインドールの2位リチオカの技術を開発した。電子豊富な性質のため、インドールは容易に酸化される。N ブロモスクシンイミドといった単純な酸化剤は、インドールをオキシインドール4及び5に選択的に酸化する。インドールの C-2C-3 パイ結合のみが感化不荷反応を起こす。分子感化不可反応は起こりにくく、分子内反応が 最低高周率である。例えば、パディウアラは、ストリキニーネ合成の中間体の合成のために、この種のディールスアルダー反応を開発している。この場合、に、アミノフランがジエンであり、インドールはジエノフィルである。インドールはまた、分子内2 2、2プラス3および、2プラス2間化不可反応も起こす。香水産業で使用される天然のジャスミン油は、 およそ2.5%のインドールを含有している。1kg の天然オイルを得るには、数百万のジャスミンを処理する必要があり、その費用はおよそ1万ベイドルにも及ぶため、インドールは合成ジャスミン油の製造にも使用されている、費用は 1kg あたりおよそ10ベイドル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。